おはようございます。今から朝ごはん食べに行きたいと思います。台北の朝ごはんです。それでは2019年一発目の朝ごはん、どうぞ。40元しか入れてないのに53分にもなって、24分でいいんだけど。謎。萝卜糕跟葱油饼，萝卜糕跟葱油饼，葱油饼哈，加蛋，加蛋，加葱油饼加蛋，要在这边吃还带走？这边吃，这边吃，好，谢谢，你坐。
给你，放在这边，你就再选一次，这样子不用我写。那有些是你们领导就会走进去。就我现在写给你啊，一两个围挡，围挡，围挡，那围挡呀。温的吗？啊，温的。好。谢谢。谢谢。然后左边。请收购一两斤的。谢谢，谢谢。ネギ餅みたいなクレープみたいな味です。ネギがたくさん入ってて美味しいです。カレーが甘い。ブーブー顔の鈴さん、一個一個大きく食べてくれるんですね。美味しい。不要吃上一個黑麵加蛋嗎？一樣是那些在外帶的。那你剛剛那個雞雞骨是想叫我吃？對對對。さあ、ちょうどいい控えめの甘さで美味しいです。
20分から30分でいいって書いてあるけど、50分してるけど。